こんにちは、かみちゃんことひろみでございます。はい、この前の動画に引き続き2本撮りで撮っておりますあのね、鬼滅の刃の話なんですけれども、鬼滅の刃はですね、結構ね、難しい言葉だとか難しい漢字が出てくるんですよね。まあ、そこもね、私の興味が惹かれるところではあるんですけれども、でね、かまどねずこって書けますか？かまどねずこちゃんの名前、私かまどっていう字初めて見て、もう恥ずかしながらね、いや書いてみたいと思って、もしかしたら同じように書いてみたいなっていう子がいるんじゃないかななんて思って動画に撮っております。もうね、かまどねずこって書けた時は嬉しかった、もしね、ねずちゃんが、ねずちゃんってねずこちゃんがテストとか受けてかまどねずこって名前書くんだったら結構大変だなーなんて、まあ現代だったらね、思ったりなんかするんですけれども、まあそんなことはいいとしまして、書き順ちゃんとあるのでね、皆さんと一緒に見ていこうと思います。はい、ではどうぞ。はい、それではかまどねずこちゃんのかまどという字からやっていきたいと思います。ちょっと汚い字ですいませんなんとかね、書けるかな。これはね、21画あるんですよ。まず1画目、ここです。1、これが1です。ここです。これが2、3、4、5、6、これが7、8、ここを縦に行きます。これが9、ピーッとね、こうで、ここが10、そしてこっち側からこう11、12、右の方からこう13、ここが14、こう15、16、17、18、これで19、よいしょ、これが18、あ、18じゃない、ごめんなさい、19、20だ、20、21。はい、じゃん、こちらかまどという字です。21画です。ここ穴って書いて、そして今度は土を書きます。そしてこの後ちっちゃい縦、そしてぐーりっといって右側の方から棒を引っ張って、そしてグワンっていうのが14ですね。そして15、16、17、18、19、20、21ということになります。はい、で、なんかね、ちょっと調べたらね、これは全部で21画で、部首は、ごめんね、字が汚くて、部首は、穴冠、見えるかな、穴冠で、音読みだと、そう、音読みだと、かまどとか、へっついと読むそうです。ギリギリ入ってる入ってる。はい、これがかまどのこう難しい字ですね。初めて書いたよ、私。かまどの門という字は、まあ大体皆さん
こう習ってるのかなと思います。次、ねずこちゃんのねいきます。これはですね、前全部で18画あります。1画目は、まあ、まずここです。1がこうです。2縦、3、4、そして横、5、6、7、8、9で縦に10、目を4つ、あとは描きます。ちょっと色似てるかな。11、12、13、14、15、16、17、18です。ねずこちゃんのね、はい、まずねですね、1、2、3、4って書いて、今度横、5、6、7、次にこの縦、8、9、10、そして目が8つ、11、12、13、14、15、16、17、18、はい、これがねずこちゃんのねでございます。18画なんですが、なんかね、このこう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 で、こう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 、この字もね同じなんだって。ちょっと変だけどこの字も一緒っていうことです。こうなると19画になるんだよね。まあ同じらしいんですけどもね。で、部首が、私こうやって書いてるの書き順間違ってるかもしれないからね、あんまり信じないでね。私ほんとダメだからね、書き順。示す編です。そして、音読み。音読みが、ねとか、ないとか、でいとか、せんと読んだりするそうです。そして訓読みが、みたまや。みたまや。かたしろ、かたしろ、おたまや。とかっていうそうです。なんかちょっとこうね、神的ななんか字らしいんですよね。すごいね、ねずこちゃんのねでございます。はい、いかがですか、皆さん書けそうですか書けるかしら。書いてみよう、書いてみようよ、一緒に書いてみましょうよ。さて、皆さんペンと、紙を用意してぜひ書いてみましょう。では、かまどねずこちゃん、いきます。まず、穴を描くんだよね。穴を描く。穴。そして、土だよね。次に、ちょい立て。そして、ビヨーンと描き、トントンと行く。そして、右から行く。そして左跳ね、はい、そしてピュン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 ドスピュンピュン、はい、できました。そして門、門ってこれでいいよね、合ってるよね、門、かまど、はい。次ねえ書きますよね、ねえ、そして横ピッと、で、ちょろんちょろんと書いたら、今度縦いくよね。で、ブーインダン
で跳ねてドスっていくよ、ドスっていって目が4つ、そして豆だ、豆、私の好きな豆、はいはいはい、そして子供の子、はい、こちらでかまどねずこちゃんって書いておこう、はい、かまどねずこちゃんの出来上がりでございます。いかがですか、皆さん書けましたか？なんとか私はかまどねずこちゃん、だから炭治郎くんはこのかまどに炭治郎だよね、炭治郎くんだったら炭だよね、こうだよね、で字収めるっていう字にローだよね、で炭治郎だよね、これね、あの最初ね、あのうちの子息子がね炭治郎って彼炭治郎って言ったところが可愛いなと思って、炭治郎、炭治郎もいいね、よくないね、はい、なので炭治郎くん、はい、ということでかまどねずこちゃん、かまど炭治郎くん描けましたね、え皆さんどうでしたか？いやいや、私は嬉しいよ、描けるようになってすごく嬉しいなと思いました。なんか新しい感じを知るとね、なんか嬉しいですよね、特に大人になってこんな字なんか描いたことなかったからね、それがまたね、こういうのもさ、どうやって描いていいか最初わかんないじゃん、でもこれが描けるっていうのがね、なんか嬉しいなと思いました。皆さんもね、かまどねずこちゃんもう描けるぜってこうみんなに自慢しちゃってくださいね。はい、そんな感じでございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ、イエイ。